始まりました。愛護学園ということで、今日は犬の飼い方講座ミニチュアピンシャー編、ちっちゃいけど超元気ということで、本日は2本立て、2分で解説ミニチュアピンシャーの飼い方ダイジェスト版、じっくり解説ミニチュアピンシャーの魅力、保護犬の保護活動をしていくとですね、急にこの子預かれませんかなんていう依頼が来ることもあるでしょう。まさに今回の小次郎くん、この子も急遽うちでお預かりをすることになりました。そんな時にですね、最低限、お預かりしている研修のついてね、知っておきたいですよね。どうしたんこち、どうしたんね、本読んでる時間もない。とりあえずね、最低限の知識を2分で解説。その後にですね、歴史、特徴、あと性格注意点と可愛く撮るコツなんていうのをですね、この5項目についてじっくりオタクトークを、しながら魅力をお伝えしていきます。ということで始めていきましょう。ミニチュアピンシャー。この可愛らしい犬種はドイツ出身で、ジャーマンピンシャーとイタリアングレイハウンドやダックスフントとの交配で生まれた犬です。見た目が似ているからですね、ドーベルマンを小型化した犬だと考える人が多いようですが、ドーベルマンもミニピンもですね、同じ祖先を持つものの、ミニピンの方が実は長い歴史を持っております。ミニチュアピンシャーはですね、小型犬で、この流線型のボディが特徴です。体高25センチから30センチ程度、体重は4キロから6キロ程度の子が多いです。ミニピンはですね、非常に好奇心が高くて、とても賢い犬でございます。家族に甘えてね、懐いてね、すぐに甘えん坊になりやすい犬なんですが、見知らぬ人とか動物には警戒心を持ちやすい犬種だと言われております。普段のケアはですね、非常に簡単です。ブラッシングは1週間に1回程度で OK。 ただし非常に陽気で活発なワンちゃんでございます。なので運動量はね、小型犬の割に多く、30分程度の散歩を1日2回程度してあげましょう。遊ぶのが大好きなのでね、一緒に遊んであげたり、頭を使って遊ぶおもちゃを使ってあげたり、散歩もね、同じコースというよりは毎回違うコースを通ってあげることで、好奇心を満たして精神的にも安定してきます。しつけに関してはですね、褒めて伸ばすことを中心にして、叩いたりね、叱ったりっていうのはね、叩いて叱ったりするっていうのはなるべく控えてあげましょうということです。そしてね、精神的に安定させるためにしっかりとコミュニケーションを取ってあげましょう。健康に関しては基本的に体が強く問題は少ない犬種なんですが、膝の関節の脱臼であったりね、食欲旺盛ですので、糖尿病などには気をつけてあげましょう。 OK、 マジで時間がない、今まさにミニピンの保護に向かっているという方にはもう十分な内容でしょう。さて、ということで、ここからはもう少しゆっくりですね、じっくりミニピンの魅力について、さらにお伝えをしてまいりたいと思います。このね、ミニチュアピンシャーを保護犬としてですね、お迎えしてみようかななんていう思ってる方は、ぜひねこのまま見てください。ちなみに小次郎もですね、絶賛里親募集中でございます。保護犬を想定しておりますので、子犬の頃の育て方とか、子犬の選び方みたいなことはね、やりませんので、ご容赦ください。あとはですね、僕はプロでは何でもありません。ただのね、素人の保護ボランティアでございます。ただですね、保護犬ちゃんたちのために必死で勉強しておりますし、本を読んだりですね、海外のブリーダーのね、ミニピンブリーダーの動画を見た上でこの動画を作っておりますけれども、さらにね、詳しいことを知りたいという方は専門の方にご相談されることをお勧めいたします。ミニチュアピンシャー、小さいけど小さくても大胆な性格の持ち主でございます。まずは歴史から見ていきましょう。歴史を知ることによってですね、ミニピンはどんな運動が適しているのかとか、どんな習性があるのかということをですね、知ることができますし、何よりですね、犬の歴史について調べるっていうのはね、面白いんですよね。聞いててください、マジで面白いから。まずこの歴史を知るパートでですね、僕が何を知りたくて、ミニピュアピンシャーのね、歴史を調べているのかと、調べたのかというとですね、まあ、犬種によってそれぞれね、大きな特徴っていうのがありまして、7つのグループに大別できるんですね。で、その解説動画とかも出してますので、今日はやりませんけれども、概要欄に入れておきます。で、それぞれのグループはどんな特徴があって、どんなことが得意で、どんな運動を取り入れてあげることで、ストレスを発散できるのかなんていうことがわかるんですね。だから歴史を調べるのは重要なんです。例えばね、ミスターノーバディっていうのはこういう人だけど、アメリカに留学をしていたからね。で、アメリカカルブレなところもありますので、ってことはアメリカ人について、知っておくと、勉強しておくとですね、こいつにはこういう絡み方をするとは受けるのね、みたいなことがわかるわけでございます。
とかなんとか言ってますけれども、まずね、僕はただのオタク気質なところがありまして、ミニチュアピンシャーみたいにですね、好奇心旺盛で興味を持ったことにはとことん首を突っ込むタイプでございます。前にね、あなたはテリア系の犬が合ってますよなんてね言われたんですけど、もしかしたらそういうところなのかなと思いました。はい、ということでですね、オタクトーク始めていきたいと思います。ミニチュアピンシャーは犬の分類、大きなさっきの7つのグループの分類で言うとですね、トイグループに分類されるんですが、このトイグループというグループはね、よくわからんグループです。なのでもう少しですね、古いというか長い歴史で見ていきますと、まあ、ダイジェスト版でもお話ししたようにですね、ミニチュアピンシャーというのはジャーマンピンシャーを小型化していった犬種です。なのでね、まあ改良の過程で、まあいろんなね、交配された犬は諸説あるみたいなんですが、まあダックスフント、イタグレ説とか、あと他にもね、パグとかマンチェスターテリアを掛け合わせたなんていう説もあるみたいです。で、まあ間違いない歴史で言うとですね、ジャーマンピンシャーから派生したのがミニチュアピンシャーとドーベルマンということなんですね。まあ見た目が似てますけどね、なんですよ。じゃあミニチュアピンシャーについて知るためにはね、ジャーマンピンシャーをね調べていけばいいということになるんです。しかしですね、このジャーマンピンシャーがまた謎の存在なんですよ。歴史がよくわからないんですね。ワクワクしてきませんか？それはオタク気質の僕だけでしょうか？うおということですね、ジャーマンピンシャーはね、実はスタンダードシュナウザーの兄弟犬に当たるワンちゃんだそうです。ジャーマンピンシャーとスタンダードシュナウザーの共通の祖先が、どうやらネズミ捕りをする仕事を与えられて育ってきた犬ということです。はい、ネズミ捕りという単語が出てきた瞬間、ピンと来た方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。ネズミ捕りということはですね、テリアなんですよ。テリア系なんですよ。ね。ミニピンもテリア系だ、テリア系だと思っておけば OK とね、海外のミニピンブリーダーの方が言ってました。ね。なんでだろうと思っていたんです。そういうことなんですよ。ね。だからね、テリア系っていうのは活発でね、陽気な子が多いイメージですよね。だからね、なんでしたね、ジャックラッセルテリアとかすごい元気じゃないですか。ああいう感じです。だから、ミニチュアピンシャーもね、陽気で活発な子が多いということでございます。でもね、テリア系って分かっただけじゃオタクの僕はね、満足しないわけですよ。ね、テリア系って言ったって、ワーキンググループとハーディンググループから派生した犬がテリア系の犬なんです。だからね、ワーキングなのかハーディングなのかが分からないと納得しないわけ。ワーキングというのはね、いわゆる刺激犬と言われる犬でして、まあ、番犬とか重たいものをね、こう運んだりする犬です。で、ハーディンググループっていうのがいわゆる牧羊犬ですね。コリーみたいなワンちゃんですね。で、実はね、このジャーマンピンシャーについてよくわからないことが、よくわかってないことが多いみたいなんですが、その兄弟犬のスタンダードシュナウザーについてはよくわかってるそうです。さっきも言ったようにですね、もともとはネズミ捕りをしていたんですが、スタンダードシュナウザーはですね、牧場とか農場で、番犬としてですね、使われている犬だったりとか、あと放牧した犬、牛をね、こう追いかけるとか、あとは馬車をね、馬車とか荷車をこう引くときに、使われていた犬なんだそうです。だからか、僕はこれを知ってピンときましたよ。本にも書いてありました。で、実際小次郎もそうなんです。散歩してるときにね、自転車が来たら、キューって来たら、急に飛びかかってね、行こうとすることがあるんですよ。なんか動くものを見ると興奮して追いかける。これってワーキンググループというよりは、ハーディンググループの特徴なんですよね。だから、僕はね、ミニピンっていうのは、まあ、番犬として優秀だっていうのを聞いてたんで、ワーキンググループなんだろうなと思っていたら、あれおかしいなと思ってました。ね、コリーとかコーギーも牧羊犬。だから、彼らもね、自転車をこうすぐに追いかけようとしちゃうんです。なるほどね、ミニチュアピンシャーという犬は、番犬に向いてあるのはこういう歴史があるからで、そしてすぐに動くものをね、追いかけてしまうのは、後輩の過程で牧羊犬としても使われていたからなんだ。なるほどね、と。ね、びっくりしたね。こう、ということですよ。ね。ということはね、ミニチュアピンシャー。もちろん散歩はしっかりしてあげるのは大事なんですが、それ以外にもね、まあ、メインはワーキンググループですので、荷物をこう、ぐいぐい、引っ張らせてあげたりとか、あとはね、引っ張りっこ、みたいなことも大好き。で、ハーディンググループとしてのね、アジリティにも向いているし、フリスビーなんかも多分好きなんじゃないかなと思います。で、テリア系だからかですからね、小さなおもちゃとかをなんかこう、なんかこういうのの布の下に隠して、フッとかやると、飛びかかってくるみたいなのも結構好きなんですよね、この子。
なのでそれはもしかしたら、テリア系だからなのかなというふうにも思います。でダックスフントをどうやらね後輩の家庭でこう掛け合わせているとはいえですね、メインはワーキングとハーディング、まあ、メインはワーキングでハーディングが副属性みたいなことですよね。だからダックスフントみたいに鼻はそんなに良くないんじゃないかなというふうにも思います。まあ、こういうことなんですよね。つまりメインの属性はワーキング、グループで、副属性がハーディンググループの照り焼き質の持った陽気で活発なワンちゃんということでございます。まあ、あくまでもね僕調べでございます。なのでねプロの方が見ていて間違ってるよって思ったらねぜひコメントで、教えてください。どうですか？なるほどねと思いませんでした？ね、ただのオタクトークだと思ったかもしれませんけれども、歴史を知るっていうのはだから大事なんですよ。ね、歴史をがっつりやったおかげでどうなりました？もう喋ることほとんどなくなりましたよ。なのでここまで分かった上でですね、特徴、性格、注意点、あと可愛く撮るコツについてですね、見ていきましょう。ちなみに今回の教科書はですね Kindle で急遽買ったんですけど、決定版愛犬の飼い方育て方マニュアルミニチュアピンシャーと暮らすでございます。なので特徴、性格、注意点はね一気に説明をして、注意点の補足は最後にしていきたいと思います。飼い主に従順でね家族には甘えん坊だけど、まあプライドが高くてね警戒心も高い、これはまあ番犬をしていた頃の名残だと思います。気になるとねとことん追求してしまったりとか、こうすぐに追いかけてしまったりするので、脱走癖があるそうですね。これはねテリア系の犬でありハーディンググループだから動くものをね追ってしまうという本能ですね。で頭がいいんですねこの子たちは。なので、賢いからね人を見抜くそうです。なのでねこいつ頼れないなと思ったらねすぐに舐めてかかるというところがあるそうです。そんなワンちゃんです。もともとは飼育犬としてですね人の役に立つのが役目でしたから、使えねえなと思った人間の下にはつかないということなのかもしれません。見た目はですねこんな小さいね、でこの流線形のボディね、かっこいいですね。車で例えるのであればね、クーペですよね。ドイツ出身ということもありますので、でしかもね実用性に長けているという特徴をですね、その特徴はアウディやないかということで、ミニピンを車で例えるのであればアウディの TT がぴったりでしょう。コンパクトながら非常に速くてかっこいい、そして実は後部座席には荷物とか子供の乗せられるという実用性があるアウディですからね。質実合見、見てくださいこのかっこいいボディーということでね、毛が短いですから手入れはね非常に簡単、1週間に1回程度で OK。 ただし運動量が多いんですね。小型犬ながらぴょんぴょん飛び回りますし活発に動き回ります。これじゃあ遊ぶ？なのでね、30分程度の散歩を1日に1回から2回は行ってあげましょう。で、歩き方にもね、特徴があって、ハックニー歩様なんていう言い方をするらしいんですけど、馬がね、歩く時みたいにパッカ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 って言って歩いたりするんですよね。で、どんな人にね、ミニピンは向いているのかというと、まあ、運動やスポーツを楽しんだりとか、あとはね、犬と一緒に、とにかく遊びまくりたいという人にはね、ぴったり。ね、こういう引っ張りっ子が結構好きですからね、この子は。この子というか、この犬種はね、結構好きですから。で、家族にはね、よく懐きますので、小さなお子さんがいる、ご家庭でも問題はありません。むしろね、お子さんと一緒にたくさん遊んでくれるのでね、お子さんも大満足。うちの娘もね、最初はちょっと、小次郎元気すぎるよなんてね、言ってましたけれども、今ではね、毎日、この紐をぐいぐいやったりとか、あとスーパーボールをね、なんかコロコロやって遊ぶという遊びをしております。で、まあ、この存在感からですかね、結構男性に人気みたいですね。で、本当は大型犬が飼いたいけどマンションだから飼えないみたいな人にはぴったりのワンちゃんということができます。で、注意点のね、補足なんですけれども、もともとはね、ドイツ原産のワンちゃんです。だから、日本の高温多湿の気候にはあまり慣れておりません。私も昔ね、ドイツ車が夏の暑さに耐えきれずエンジンがオーバーヒートしたなんていう経験がございますよ。あ、ちなみにね、これレンタカーね、僕が持ってたわけじゃないですね。なんかいかにも持ってたみたいな喋り方をちょっとしてみました。で、ミニピンもですね、この高温多湿のせいで、皮膚病のトラブルなんていうのを起こすことがね、あるそうです。
で、毛が短いからほとんど手入れしなくてもいいだろうというふうにね、思うかもしれませんが、しっかりお手入れも週に1回程度はやってあげましょうということでですね、今この中にね、実はね、餌が、おやつが入れられるようになってたのを食べましたね。はい。食べましたね。で、ダイジェスト版でもね、お話をしたようにですね、膝が細いので、外傷というか、外傷に注意するということで、ツルツル滑る床というよりも、こういうね、絨毯とかカーペットの上でね、遊ばせてあげましょう。で、あと本当にこの子たちはね、食欲旺盛です。なので、食べすぎには要注意。でも基本的には、体は健康な、子が多いようです。ただしですね、調べたところ PRA というですね、遺伝性の病気なんですが、進行性網膜萎縮症という病気にかかることがあるそうなので、獣医さんにも適宜通いながらですね、素敵な愛犬ライフを送ってみてください。で、最後にですね、このワンちゃんをね、可愛く撮るポイントがね、紹介されてましたので、ご紹介させていただきたいと思います。まあ、これはね、里親募集をされる方とか、もともとはね、保護犬だったミニピンを引き取って保護犬って可愛いんだよっていうことをね、お伝えしたいなんていう人がいらっしゃるでしょうから、簡単にね、ご紹介しようというふうに思います。まず1点目はですね、非常にこの子はね、こう、動き回りますからね、すぐ動いちゃうんですよね。だからなかなか静止した状態ではね、取りづらいというね、今もすぐフレームアウトしたでしょ。ね、こういうことなんですよ。だからそういう時は、こんな時はですね、白のブランケットに包んであげましょうということです。非常に僕はですね、こういうセンスがないのでよくわかりませんが白いブランケットに多分こう白バッグにしてあげるっていう意味でしょうね。こんな感じでしょうね。おそらくこれで、まあ、写真を撮ると白に映えるというようなことだと思います。あとはですね、こう小ささを際立たせるために小さなものとか おもちゃをね、置いて写真を撮ったりすると、いいそうです。で、その時にね、こういう感じで、まあ、雑多なね背景だとあんまり映えませんので、写真とかを撮るときはね、ぜひ綺麗なね白バッグとかそういったところで、やってあげるのがいいんではないでしょうか。そしてですね、最後に、まあ、やっぱりこのワンちゃんはですね、躍動感ですよね。この犬種の魅力はやっぱり躍動感ですよ。ということなので、まあ、躍動感を取りたいというときは、まずはね、構図を決めるんですね。まあ、例えばじゃあ、こっからね、出てくるところを取ろうとするのであれば、こうやって構図を先に決めるんです。で、こう、ピンシャーがね、こう出てくるところを連射をするというのがいいそうです。まあ、今この子はね、ゆっくりしたいみたいなので、まあ、ゆっくりさせてあげましょう。で、まあ、そんな感じです。まあそうするとうまく取れるでしょうということですよ。まあポイントとしてはね、うまく馬のように歩くね、ハックニー歩様とかをね、あとはぴょこぴょこ飛ぶんでね、普段からそういった姿をね、撮ってあげるといいんじゃないかなというふうに思います。あとはね、ミニピンとはいろんなところでお出かけしたいという人が多いでしょうから、いろいろなところで撮った動画をつなげてね、まあ15秒程度の動画にして、インスタのストーリーなんかにあげるっていうのもね、いいかもしれません。で、その時にね、シーンとシーンをこう、何?つなげるのをトランジションと言うんですが、例えば、こんな感じのトランジションとか、こんな感じとか、まあ、いろんなね、つなげ方があります。こう、カメラをこうずらしたりとか、こうしたりとかして、まあ、やるっていうやり方もありますし、あとはですね、こんな風にね、音を使って、トランジションを作るなんていうこともできちゃいます。まあ、ちなみにですね、音楽のビートに合わせて、こう、シーン切り替えをしていったりとかするといいと思います。あとは、こう、リズムにこう、裏打ちってあるじゃないですか。で、裏打ちのタイミングでスピードを速めたり、緩めたり、するとですね、なんかおしゃれな動画になるそうです。はい、ということでここでチャイムが鳴ってしまいました。まあこのチャイムは完全にですね、学園長のタイミングで鳴るんですけれども、学園長じゃない動物愛護学園というところは、非常にワンマン経営をしております。というかね、もうすべて、撮影から編集から全部一人でやっております。頑張っております。ということで今日はですね、ミニチュアピンシャーの魅力について、解説をしてまいりました。こんな魅力たっぷりのミニチュアピンシャー、特にね、小次郎くんは、今11月20日ですね、今日は。
11月20日現在、絶賛里親募集中でございます。なので、概要欄にですね、里親のご希望の方は連絡先とか書いてありますので、気になる方はぜひそちらにチェックしてみてください。ということで、またお会いしましょう。アディオス。Talking to you and here we go again, staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here?